どうもタビアンです。ワクワクするぜ。今回からファミコンウォーズ、1988年任天堂さんのこいつはどえらいシミュレーションゲームです。 CM 思い出しますよね。今回クリア条件ブルーで全マップ勝利ということで、これまでの戦いの軌跡こちら、ファミコンレッドムーンっていうね、赤対青なんですけど、赤ではクリアしたことあるんですよね。懐かしい。11回目から実況開始、全79回、なんかオープニングムービー流れてますけどもね、やっていく前にちょっと戦いの軌跡の続きね、ご紹介したいですけど、まあシリーズ作品ご覧のようなものがありまして、ファミコンと、スーパーファミコンウォーズという、ニンテンドーパワーというね、スーパーファミコンでもなんかプレイしづらい、シリーズ作品の配信の仕方で、ね、3DS で、ダウンロード版でプレイしました。全135回、ファミコンウォーズ好きのね皆さん、まだ私の動画見てない方はぜひね、ながら作業に、見ていただければ嬉しいです。再生リストがありますので、よかったら使ってみてください。あとシリーズ作品としてはゲームボーイウォーズアドバンス、ありまして、これはまだプレイしてないですね。あとファミコンウォーズ DS、全47回で実況プレイ済みですので、こちらもよかったら、再生リストありますのでご覧ください。あとシリーズ作品失われた光というのもあるんですけど、こちらもまだプレイしておりません。そんな感じですね。他まあ海外のみ発売のソフトもあるんですけど、日本未発売とかねありますので、まあ、今後の、任天堂さんの配信も期待しながらやっていきたいと思います。それでは行きましょうか。ちらっと言いましたけど、クリア条件ブルーで全マップ勝利目指していきたいと思います。なのでこれ普通はね、まあデフォルトレッドスターでプレイするようになってるんですけど、まあこれをコンピューター、先行のレッドスターをコンピューターにして、私はブルーでね、なんか高校だからちょっと不利なイメージあるけど、まあマップによりますね。はい。で IQ はもちろん200でね、強い方でいきたいと思います。いくぞ。空豆島、まあ全何マップあるのかな、まあおいおい紹介していきたいと思います。基本上から順番にね、はい、プレイしていきたいと思います。空豆島行くぞ。さあ空豆島レッドスター、まあコンピューターからスタートというねなんか斬新だよね。そんなに広くない最初の島ですからね。はい、やっていきましょう。ちなみになんかあのフレンドと対戦、任天堂スイッチオンラインで今回ねこんな感じで、プレイしていくんですけど、まあフレンドと一回戦ったことがあってね、私ブルー取ってかなり追い詰められて負けたんですよね人間には勝てないですけどね。まあ頑張りたいと思います。そしてまあせっかくなので、私ね、将軍として作戦を立てながら、ミッション立てながらプレイしていきたいと思いますので、はい、ミッション立てました。こちら左側にね、空豆島ミッション1、自陣を防衛せよ。あと生産目標ということで、まあちょっと進めながら行くか。
相手の作る戦力見ながらねやっていきたいね。はい、まずはそうだね、これね迷うんですけど、戦闘公平で、これね、この町さらっとやりましたけど、普通町では生産できないんですけど、たまにこういうね司令部の近くの町で生産できる時あるんだよね。はい、まあ、ファミコンウォーズやったことない方のために説明ですけど、司令部を取れば勝ちね、もしくは敵を全滅させれば勝利になります。ここね、ここを取られたら負け、ここが司令部ですけど、相手のね、相手の司令部を 取れば勝ち。はい、でまあそうだね、戦車 B 作るか、あとは目いっぱい歩兵作るか。はい、こんな感じでいこう。音楽も飽きの来ない音楽なんですよね、ファミコンウォーズね。まあ基本ね、コンピューター以前のねファミコンウォーズ最初にね実況してた時は、あの雑談しながらのファミコンウォーズというのでねあのやってたんですけど、今回は基本コンピューターのターンはあの飛ばしていきたいと思います。はい、編集してね、まあ序盤はね早さっさと終わるんで飛ばさないですけど、まあ長くなってきたら結構ファミコンの能力なんでね、あの時間かかったりするんで、まあ子供の時はこの相手ターンの時はなんか漫画読んでたりねなんか用事してたりしてましたけど、まあ、今回はね編集基本していきたいと思います。さあ戦車、相手の戦力装甲輸送車作ったんですけど、相手ねで装甲輸送車は基本歩兵を乗せることができます。で歩兵に強いんだよね。はい、ただ戦車 B には弱いので戦車 B を作りました。さあそしてでさらに同じことしたよね。それちょっと敵の生産したものに対応してね、我が軍は生産をしたいと思います。でここ基本的に戦闘公平ずっと作っていこうかな。で左に生産目標って書いてますけど、まあ陸軍24ぐらいで敵全滅させたいなというね今回ね。はい、で、戦車 B でいくか。でまあ同じ形でいくか。で敵のターンの時に喋ればいいよねはい、そんな感じで皆さんをなるべくお待たせせずねやっていきましょう。でミッション1、自陣を防衛せよとありますけど、このマップの一番のポイントはこのここだね。相手が占領を始めましたけど、中立のなんか色がついてない町が中立なんですよね。で占領すると、町一つについてお金1000、まあ、これ G って書いてるから、まあ、ドラクエと同じゴールドと呼びますけど、チキン1000ゴールド入ってきます。はい、なので町をたくさん取れば取るほどたくさん生産できるので、ミッション1はこの6つの町のうち3つ取るのをねミッション1にしたいと思います。まあまず互角、まあ高校だからちょっと不利っていうのもあるので、互角の形に持っていけばミッション1クリアというね、まあ、今日の動画でミッション1クリアしたいね。最後戦闘工兵をどんどん送り込んで、歩兵山越えて戦車はね山越えられないんだよね。はい、これもう占領されちゃうけどね。でこれ町の占領の仕方なんですけど、歩兵または戦闘工兵でしか、占領できません。
で、これ10人1部隊なんですけど、20人分で占領になります。だから10人まるまるいた場合2ターンかかるんだよね、占領にね。はい、まあわかる、ある程度説明して、あ、しまった、間違ったちょっと巻き戻しやってみようか基本使わないけどねちょっと巻き戻しあ、もう使いません、うん、基本はねちょっと試しに使っちゃいました。はい、山はなんかちょっとね、移動力かかるんだよね、戦車 A で。何作ったって言ったら、また装甲輸送車作ったんだよね。で、だいたい戦車 B を5台、あ、4台かな、4台ぐらい作ってって感じかな。で、戦闘工兵を5部隊ね。まあ相手も別に変わったことやってないから、もう戦車 B 作るかね。え、同じこと繰り返しよ3ターン同じこと繰り返してるけど、 OKOK、 相手の出方を見ながらね。はい、もうちょっと敵が多くなったら、あの敵のターン飛ばしたいと思います。1個占領されましたね、これで。で、まあ資金に余裕があったら戦車 A っていうね、戦車 A と戦車 B の違いは、まあ、A の方がでかい、でかくて強い、強いんですよね。1万3000ゴールドかかります戦車 A で、戦車 B が6000ゴールド。まあただね、結構強いんだよね戦車 A。 だ、戦車 B6000 ゴールドでしょ。で、 2部隊戦車 B 作って戦車 A に突っ込んでいっても、戦車 A1 部隊の方が強いぐらいだね。うん、なのでこのマップで一番最強と言えるんじゃないでしょうか。あ、戦車 B 作ったね。戦車 B と自走砲 B 作りましたね。自走砲っていうのは、あの間接攻撃ができる砲台ですね、移動できる砲台。さあ行こう。そうだね、これ戦車B で歩兵を倒す。ほら、ここ今占領中だよね。自走砲後のこの自走砲 B の射程が3123っていうので、まあ近くの敵は倒せないんですよね、自走砲ね。なので、ここかここだよね、射程2か射程3のとこ、ここにいなければ大丈夫なので、まあ、ちょっと待ってね。あと状況こんな感じで見れます。部隊数15-15で同じ、町の数レッドの方が1個多いんで、収入が12000、その分差がありますね。はい、あと生産した部隊とか全滅した部隊とかもまあ見れるけど、あんまり気にしないですね。さあ行こう。で、ここで攻撃、戦闘シーンこんな感じです。あんまり倒せなかった。ただこれで次のターン7人しかいないので、この町を占領することができなくなるんですよね。で、占領してるゲージは、あの占領し続けると、なんていうんですかね、本当は 10+10 で20で占領完了なんですけど、まあ、17しか占領が進まないということで、次のターンは占領できない。で、まあそんな感じですね。はい、最高。ここそうだね、ここ占領するか。で、戦闘工兵は前逃げ。どんどん行け戦闘工兵。進め進め戦闘工兵の。ただね、どうしよう、これ山越えるか。山越えてもね、どうせやられちゃうからね。戦車 B が行く。
山越えてここ狙うっていう手もあるんだけど、すぐやられちゃうからね。一兵たりとも無駄には戦わない。こっちの歩兵たちはもう南から行って、でお金、そうだね、貯金するか。次のターンに備えて貯金、戦車、戦闘工兵作って、戦車 A 狙おう。戦車 A とか自走砲をもう作り始めましょう。さあ行こう。はい、このターンから敵のターン飛ばしますね。はい、まずは敵のターン終わったらどんな動きがあったか紹介して進めていきますね。まず生産したのは戦車 B と、なぜか補給車2台補給車はね、あの自走砲とか、まあ、他の車両とか人も燃料っていうのがあるんだよね。これ例えば歩兵だと91っていうのが燃料で、弾数が8、8発持ってるっていうことですね。で弾切れになると攻撃できないですし、燃料なくなると、まあ、飢え死にはしないんですけど、その場から移動できなくなるというね。はい、でキングオブキングスとかご存知の方いると、あのキングオブキングスだったら1ターン待ったら燃料回復するんですけど、なぜかねこのゲームはあの一度燃料なくなるともう動けなくなるので、まあ燃料は街で補給するか、この補給車に補給してもらうかしかないんだよね。ただこのマップ狭いから補給車いらんでしょっていうはい、そんな感じですね。あと、まあ攻め込んできたね。一気に占領が始まっております。さあ戦いが始まりますよ。まずはこっちも占領。はい、で、戦闘工兵、あ、これ乗ってるねこいつね。この T って書いてあるのがほら搭載っていうところにね、歩兵が乗ってますんで、いやもうここ戦車 B で埋めるでしょ。いけい。強い。これが戦車 B がね、あの走行輸送車を得意にしてるんでね、こんな感じになります。でこの歩兵倒さないと占領されちゃうので、まあ後ろのやつ任せればいいか。ここはね、戦闘工兵は前に行く。でこの歩兵がこいつを攻撃、このターン取らせない。まあ2人でも倒せば次のターンは占領されないんでね。こいつも行く。いけいけい。なんでめっちゃやられた。これなぜかというと、地形効果によって守備力が違うんですよね。街はまあ30とか、山30、まあ道はもう0だよね。で平地が10とかね、そんな感じで、まあなんとなくわかるよね、山にいた方が強いっていうのが、それがちょっと影響しております。歩兵で、そうだね、ここ占領する。あ、しまったねこれ歩兵戦闘工兵前に行かせばよかったな。戦闘工兵優先して、あで戦車 A も、あ B もね、こんな感じでだいぶ詰まってきたね。狭いマップだからね。はい、で戦闘工兵、まあ5、生産目標は私の目標だからね、だいたい1、2、3、まあ、戦闘工兵も作ってって感じで、ここで作りたいのは、そうだね、まずは自走砲作りましょう。はい、自走砲、これ射程55なんですよね。12345、遠い。ただ射程5なんですけど、近くの2マスは攻撃できません。3マス目、4マス目、5マス目、ここにいたら攻撃できるね、上下左右ね、360度。
そうだね、戦闘工兵作るか。はい、こんな感じでいきたいと思います。ミッション1実現へ。さあ敵のターン終わりました。生産したのは戦車 B と自走砲かな。自走砲2問目だね。はい、めっちゃ乗せてるね装甲輸送車多すぎでしょ。さあそしてここの町占領されました。これどういうことかというと、歩兵20人分で占領できるって言いましたよね。で1回10人で占領して、で次に7人で占領して 10+7 で17で、3回目これ放置したので倒せばよかったんですけど倒せなかったので、こいつをね、あの17足すまた7足されて24か20を超えたんで占領されたんですよね。はい、そういう計算でどん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 残り人数で足していって占領するっていう、まあそれまでにこいつを倒すとまたゼロからになるんですけど、取られてしまいましたね。はい、でこっちの被害が戦車 B が残り3になっております。敵が町のとこにいるからね、こういった退却、ちょっと待ってね。でその前にこいつら全滅させないとね。まずここね占領。はい、これでちょっと状況を見ますと、収入13,000対13,000、町の数9で互角、真ん中の残り2つだね。ちょっと赤に押されている。倒しに行こう。そうだね、こう上に回るか。上に回って攻撃、残り5、残り5。あ、これやられてるね。でこいつも前に行く、攻撃、こっちも残り5。戦闘工兵、そうだね、戦闘工兵で攻撃するか。あ、間違った、ごめん。これね、そうだね、歩兵が、あ、戦闘工兵がここか。後ろからどんどん行った方がいいな。これ攻撃5対5。でなんでここにやったかというと、あの町の上にいるとこの補給をすると回復できるんだよね。まだやってないけど、毎ターン2ずつ回復ができます。うん、なので町の上でダメージ受けたメンバーはね、メンバーたちはね、回復ができるんですよね。攻撃、敵を全滅させました。これでせっかくね、あのレッドは占領してたのに、なしになってしまったんだよね。はい、でどうしようかな、こいつ、お、山登るか。ほんで戦車がいけるね。戦車が、あ、戦闘工兵に生かすか。戦車はここまで行けるから OK。 一旦この後ろのやつを倒したい。よーし、これはでかい、全滅させました。占領したいのは山々だけど、でこのダメージ受けたやつ一旦後ろに下がってと。あ、これ6で占領してもいいんですけども、10のやつが占領した方が早い、手っ取り早いので、次のターンにね任せます。登っていいですね。
で自走砲、これ射程が長いから、まあ、この辺の街に配置するのがいいよね。そして満を持して戦車 A 作ろう。でこいつどうしようかな。お、防衛ラインにしたいんでね、ここね。こいつさえ倒せば街6つ取れますよ。最高。さあ状況確認しようか。収入は同じ、部隊もほぼ互角。あ、レッドは4900お金残したね。で戦車 B 作ったんだね、まあ、次のターン戦車 A とか作りそうだね。さあもう装甲輸送車から主力部隊が戦車 B に変わってるからね。さあそしてもう一つ町取ればもうね。あ、やられたね、うちの部隊が追い詰められている。戦車 B、 ちょっと戦車 A が早く行かないと、壁作らないとね、ここでね。そうだね、まずは戦車 B が速攻輸送車得意だからね。敵の町の上で、まあ敵の町の上だと回復できないけど、あと大事なこと忘れてましたね。全補給っていうコマンドがありまして、これをコマンターンの最初にねやると、今ねここの町の上にいる3から5に増えました。こんな感じで町の上にいる、部隊の補給とプラス2と、あと燃料を満タンにしてくれます。まあ今までしなかったのはね、特に燃料補給しなくていい時に燃料もお金かかるんで、小銭ですけど減るからちょっとやらなかったんだよね。はい、こんな感じで補給を忘れずにというね、たまに忘れるかもしれないですけど、あ、忘れてるなと思ってもらったら、いいです忘れないようにします。さあこいつ倒さないとね。これそうだね、戦闘工兵はちょっとここの壁役になってもらって、戦車 B ちょっと回復しないとな。後ろで回復するか。あ、邪魔だよな。よし、こいつ占領にあって、戦車 B ここで回復ね、ちょっと時間かかるけど。でこいつが占領に行ってと、でこいつ倒そう。残り4。あー惜しい。まあ、町の数限られてるからね、回復にもちょっと時間かかるからね、まあ回復さしとこう。こいつ倒してくれ。よし、後方の憂いは撃破。 OK で、どうしようかな。五体満足のやつがいないんだよねそっか。じゃあちょっと戦闘工兵前に行くか。ここね、山越えて、でこいつもここ行って、でそうだね、まあやることないからちょっと占領しとこうか。ロックだけどね。でこれ上に行ってと、で戦闘工兵で壁をね作っていく。で歩兵が前に行って、さあ自走砲が来ましたよ。こいつがねミッション2では大活躍するぜ。さあそして戦車 A も全速力で、でさらに2問目の自走砲を作って、はい、今回はここで区切りたいと思います。まあまあ、自陣はもう防衛できたよね。はい。ということで、次回、中央の町、6つを占拠せよ。まあ、すぐ行けるでしょう。ミッション2ね。さらにミッション3へ、進みたいと次回ね、思います。それではまた、さよなら。
次回もお楽しみに。